じの三種百年いつも弾いていた小自慢の三線さ、おじいの生まれた朝に買ってきた三線さ、今はもう弾いてないこの三線さ。大変あるながらお越しいただきありがとうございます。こうしてまた20周年の今回にあたりですね、沖縄の方では台風が大変記録ね、うなっておりますが、またこちらの方には明日台風が来るようなんでね、気をつけてください。さあ今日はジンジンの、20年の若の俳の歌をね、お届けしたいと思います。よろしくお願いします。わしや
時代と共に割った島や変わっていつしが島中を深さる人が咲き一の夜なき川はいない時代の流れや緩みなく一音読みかじくる詩が一まで沖縄のやっぱりこう三線という、ね、楽器、これもう600年昔からね、今日に伝わっている楽器でございます。三線という楽器ですけども、まあ、沖縄は、もうお祝い事からね、なんか身内 の, この誰か一人二人は弾くぐらいのね、呼吸した楽器でございますが、それをですね、まあ、沖縄ではおじいちゃんが歌えば若い娘たちがね、聞き惚れて涙を流す、まあ涙を流す、なだそうそうと言いますけども、そのようにお兄さんたちがね、三線を弾けば、まあ、村のおばあちゃんたちが手拍子を合わせる、そんな内容のね、歌を今からお届けします。我が島、やいま、聞いてください。Oh,
それぞれから、まあ、沖縄から出てきてね、それぞれ出身また違います。まあ、基本的に皆さんあの香港の出身でね、さあ向かって右からギターのヨヘナ・オサム、まあ、彼は、ジンジンの楽器を含めてね、そういったものを、メインにあの提供してもらっております。出身の方は、まあ、ヤンバルっていうところね、モドル町、まあ、家島たちとかにね、節子島ね、節子島、ね、え、あ、節子からわざわざ来たの？そうよ、節子からやってきました。あ、ありがとうございます。ありがとうね。いやいやいや、よく来れたね。貴重だった、今貴重瞬間だったもんね。あ、一応あの10年目もマイクあって、20年目もつけました。ね、はい、で、後ろがドラムの玉城武則です。まあ、4人の中で一番分かってね、もう僕とあの一回り以上も違うんだけど、実はこの2人まだね、独身でね、頑張ってます。はい、じゃあ募集中はしてるそうなんでね、よろしくお願いします。頑張れよ。なんぞ。ね、こう20年の間にはもう僕なんかもう孫ができてね、もう孫が5人です。ね、あっという間にね、20年やっぱり長いです。はい、お互いね、まあこれからどういうふうにまた成長してるか分かりませんが、僕は、沖縄県宜野湾市普天間出身の上運転員です。よろしくお願いします。
まあ、いろいろ点の問題取り下げておりますけれどもね、まあ、いろいろ基地のことも聞かれるんですが、基地のことを言われてもね、どこに聞かれたのか分かりません。よろしくその辺はお願いします。しかし、島に育った普天間っていうのがね、私が名古屋来た時にはもう名古屋の町ってのは本当静かな町だなっていうのが、第一印象です。それぐらいね、まさに基地の中にある自分たちの暮らしっていうのがね、こんなに違うものかと思います。そう思いで今から普天間というのを聞いてください。あ、間違えました。そうだね、ちょっと待ってよ。そうだね、昔の普通だな。すいません、そう、これはね、やっぱりたまたま帰るふるさとの窓から、一つの窓から見る沖縄で、瀬底島までのね、帰る道のりを歌にしております。こっちやり方、よし。戦に負けてどちら
聞いてるとは思うんですがね、まあ歌でもありましたようにね、もうまあ普天間を含めて、今では基地がね、まあ、日本の中でも、もう何十パーセントは沖縄に集中している、うん、そういう中で、まあ大変明日は大変貴重な沖縄のね人生がございます。まあどういう流れになるかね、気にしながらも、行く末はやっぱり世代、次の世代、子供たちも含めてですね、まあ僕からしたらやっぱりね、島の中には基地はいらないという気持ちは本当に強いんですけどもね、まあそういう中でもあまりにも沖縄がですね、戦後地場産業もなかなか発達できるんですね、まあ、今日は観光中心にやっておりますが、やはり沖縄の行く末というのはね、やはり、軍事的なものには頼らず、やっぱそういうのも使ってもいけないし、そういう平和の世の中に、ね、なってほしいというのが願望でございます。さあね、見た一瞬見て笑ってるからなんか。ね、そうだよね。これは皆さんご存知の歌でございます。はい、すべての人の心に花をというね、大変失礼しましたですね。沖縄の歌っていうのは大きく分けてね、まあ古典民謡とか、それから民謡ね。それから、今日は沖縄ポップスっていうね、大きく分けるとその3つのジャンルになります。その中でね、まあ、花は、まさにポップスのね、ファーム的な音楽かなと思ってるけど、できますか？まあ、だいぶ自分の話をしてるかな？大丈夫かな？よし、いくよ。流れ
前にも3分の1終わったような感じだね。さあこれから花粉とだよね、違う、もう一曲あったんだけど、最初のね、オープニングで聞いた、はい、おじいのふるさん心というのがありましたね。さあ、次はですね、大丈夫？ねえ、ちょっと見とってね。ねえ、ドラム、大丈夫？ね、ちょっと油差しとってもいいかな。さあ、じゃあちょっとね、沖縄の、やっぱり基本となる、まあ、民謡を交えながらね、ちょっといただきます。大丈夫だね。行くよ。行くよ。
沖縄の日本を一度は面倒で名古屋も良いこと一点よりゃなしまた愛もつながらあのさ三振もいろいろね、三振で、民謡から今やってきましたけども、また今度はね、ちょっと変わった面白いカードもいきたいと思います。聞いてください。ジェニーがない。抵抗あるね、こういうのね。いきなり困るとね。そうなんだよね。変えたかったんだけど。ね、
こっちお店だったらうまいわ。海の見えない町、何を期待すればいい。
丈夫ですか。もうヒーター止めてくれます。ヒーター何て言うのね。ちょっとな、じゃあ休憩しようかな。はい、10分ぐらいちょっと休憩したいと思います。どうも。はい、あの表の方ではですね、三振、手作り三振がね、僕が作ったミニ三振を売っておりますので、よかったらあのお土産に、ね、お守りに買ってください。よろしくお願いします。